皆さんこんこにちはガーデコジャパンの富永です今回は今日到着したばかりの園芸資材をご紹介しようと思っています全部で4種類あるのですが玉谷商店さんから購入しましまたホームセンターでは手に入りにくい商品を販売しているので園芸や家庭菜園に興味のある方にはおすすめのお店です それぞれの資材の特徴と購入した理由についてお話します。園芸やガーデニング、家庭菜園に興味のある方は、ぜひ最後まで動画をご覧ください。購入した園芸資材一つ目は、 抗合性細菌です乳酸菌や酵母菌納豆菌など植物の生育や環境整備に役立つ有用微生物の一つです乳酸菌や酵母菌納豆菌などは食品から簡単に培養することができるのですが光合成細菌を培養するためには元となる菌を購入する必要がありました今回購入した光合成細菌は1リットル 半半分分はは水に薄めて使って、てて使っっもうう培養してみようと思っています。光合成細菌を使ってみたいと思った理由は菌体そのものに豊富な栄養分が含まれているからですアミノ酸や核酸ビタミンなど肥料とは違う側面から植物の生育を促進してくれる成分を多く含んでいます光合性成細菌は腱気性といって 酸素の少ないところを好む細菌なので鉢植え用土や花壇では長持ちしませんしかし光合成細菌は他の微生物の良い餌になります特に放煎菌といって病気を防ぐ働きのある微生物が増えると言われています土壌の生物性を豊かにする資材としてこの光合成細菌を購入しました 今回購入した園芸資材の2つ目はカニガラです。フレーク状に細かく砕かれたものを選びましたカニ殻を購入した理由は実は光合成細菌を購入した理由と同じですカニ殻にはキチン質といって動物性の食物繊維が豊富に含まれていますこのキチン質を土壌に混ぜ込むと、 それを餌にしてホウ菌が増殖します。ホウ菌はキチナーゼというキチン質を分解する酵素を分泌します。実は植物の病気を引き起こす原因となるシジョウ菌、カビの仲間なのですが、シジョウ菌の細胞壁もキチン質でできています。ホウ菌が増えると分泌されるキチナーゼによってシジョウ菌の細胞壁が破壊されて死滅します。 土壌病害の約80%の原因がこの四条菌と言われていますから、放線菌を増やすことで病気の減少につながることが期待できます。これがカニガラを購入した理由です。購入した園芸資材の三つ目はココチップです。 大きさの違うものを2種類と粉末状のココグリーンという商品も購入しましたココチップはマルチングに使う予定です鉢植えで管理するバラが増えてきたのでこれを使ってマルチングをして株元を保温保湿しますまたココグリーンはヤシ柄をおがくず状に粉砕した商品です。これは土に混ぜ込んで使うタイプの資材です 不要土やバーク対比、ピートモスなどとの使用感の違いを見てみたいと思いました。ココチップを購入した理由はコストパフォーマンスの良さです。実はすでにヤシガラチップのベラボンという商品をマルチングに使っているのですが、少し値段が高いので代わりになるものを探していました。ココチップはベラボンの場合の8リットル入りで、 価格はベラボンよりも安いのでそこに魅力を感じました実際に使ってみて問題がなければベラボンから切り替えていこうと思っています最後にご紹介するのは黒曜石のパーライトですパーライトは通気性水はけを良くする土壌改良資材で 園芸やガーデニングをしている方にはお馴染みですよね。では、なぜわざわざ購入したのかというと、これです。黒曜石。黒曜石パーライトというのは、実はなかなか売っていないんです。パーライトには2種類あって、真珠岩のパーライトと黒曜石のパーライトです。基本的には通気性水はけを改善する資材ですが、保水性に少し差があるようです。 手元に真珠岩のパーライトはあるので、黒曜石のものを取り寄せて違いを見てみたいと思いました。真珠岩のパーライトと黒曜石のパーライトの違いについては、別の動画で紹介できたらなと思っています。それでは今回の動画のまとめです。 今日届いたばかりの園芸資材を4つご紹介しました。これらの資材は園芸店やホームセンターではなかなか売っていないので、ネット通販はとても便利だなと思います。それぞれの資材の特徴や使い方については、別の動画で詳しくお話ししたいと思っていますので、次回の動画もぜひご覧ください。